中央区はね、大
近見ないですよって言ったら、じゃあ中央区に引っ越せばいいじゃないかって言われたんです。ですごい悔しくて、そんなね、私たちね、やっぱり子育てね、親付けているから、やっぱり受け入れをきちんとしたいと思って、自主学童も立ち上げました。ぜひね、頑張って自主学童を作って、やっぱり子どもたちがね、安心して過ごせる場所をね、過ごさせて、それがやっぱり私の原点といいますか、あの、うちの方にね、やっぱり行って、子どもたちも安心して暮らせる、親たちも本当に働いてて、子育てができてよかったという私をね、作りたいっていうのが、非常に思いです。あの、なかなか私も力がなくて、あの、天井橋の再開発というところで、今、すごいビルがいっぱい建っていて、人口も増えているんですが、あそこの人たちともお話をする中でね、あの、桜公園、あそこにジャブジャブ池作ってほしいとか、郵便ポスト作ってほしいとか、もっといろんな防災設備作ってほしいって、そういうことを聞きまして、南の会という会も立ち上げて、今、住民の方たちともね、再開発はやっぱり住民の声を聞いてやるべきだというような運動も続けています。これからもね、皆さんの声を一緒に束ねて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はじめましての方もいらっしゃるし、お久しぶりという方もいらっしゃいますが、こんにちは。私は、沖間という町に住んでおります。日本共産党の、医療子育て相談室長の山中千恵子と申します。どうもよろしくお願いします。私は看護師、ケアマネージャーとして、花畑という地域で、ずっと20代の頃から働き、その中で、患者さんの、ね、ご家族といいますか、出会って結婚し、ごきまというところで今も子供を産み育てております。で、今回の選挙を通してですね、本当に最大 の、 あの、私の原点でもある命を産み育む母親として、そして命を守る看護師として、必ず命の尊厳を守る社会に、そして今回の安倍政権の子どもたちを恐怖の社会に、ね、向かわせようとする動きを絶対に止めたいと思っています。そのための選挙だとも思っております。必ずこの足立さんね、そういった動きを止めていく審判を下していけるような選挙にしていくこと、全力で頑張っております。よろしくお願いします。そしてですね、私は4年前から実は認可保育園を増やしてという運動を取り組んでいました。その中でアンケートに取り組む中で、お母さんお父さんですね、本当に切実な声を聞いたんです。もう本当に子供を、次の子を断念したとか、本当にこういった悲しいことを、それからパートに切り替えることによって暮らしが本当に厳しくなって、子供たちに安心しておいしい食事を食べさせてあげたり、そういった声でね、いっぱいでした。そういった声を各政党を回って、私は学生のことは少しは存じておりましたが、本当に区議会傍聴なんて初めてだったんですが、4年間傍聴し、その運動をね、取り組んできました。その中で本当にびっくりしました。区長の提案には国民議定、議定をね、給料の負担を増やしていくような、このには全部で賛成して、その中で一つだけ私たちの味方になってくれたのが日本共産党だったんです。これを本当に私は一生忘れません。で、日韓保育園の創設、この願いは多党派の与党で踏みにじられました。否決にされたんです。にもかかわらず区を動かすことができたんですね。で、区民が子どもを守ろうと声を上げれば、またね、お年寄りの子育ての権利を守ろうという声を上げれば、必ずそれを掴んで区議会で、奮闘すると、そういう流れを見てきましたので、私はこの一員になって全力で頑張りたいと思っています。どうかよろしくお願いします。山中千恵子です。はい、私は緑の党の野党といいます。よろしくお願いします。私は子供の頃、まだ生まれて間もない頃なんですけども、母親や次の子供がもうお迎えにいたんですよね。その時に父親が交通事故を起こしまして、私は従業員10人がいた電気工事屋の娘でしたので、自分を
を抱えて母親が一人で会社を回すことができないと言って宮城西の巻に預けられたんです。で私は小学校に上がるまで6歳まで母親の顔も父親の顔も知らないで育ったんです。で父親母親を迎えに来た時はこれは人さえかと思いましたね。なんで私とおじいちゃんの間を裂くんだと言って大暴れした記憶が今でもあります。そしてね、やっぱりお金がない、それから子供を育てることができない、そういう状況の人たちって、今でもね、いろんな人から相談を取られているんですよね。やっぱり自分だけじゃないなっていうことを思いながら、母親が必要などれくらい苦労したかっていうのを思い知って、いろいろね、世の中でいけたいなと思うんですけれども、やっぱりいろんな人って、やっぱり皆さんの家庭にそれぞれあって、そういうことをね、いくらかでも助けれる、そういう人間になりたいな。私も運動してます。もう原宿で子育てが始まって、で初めに生まれた子供が4ヶ月の時にどうしても受けられない仕事になったんですよ。ところがどうやっても生まれた時は申し込んではいたんですけれども、どうやっても入れる保育園がないんですね。で私は認可保育園にも入れなくて無認可の駅前保育園に預けたんです。ところが離乳食もまだ始まって間もない娘にカレーライスを食べさせた人がいるんですよ。まあ、もちろん薄かったんだとは思うんですけれども、びっくりしまして、でもちろん当然のように下痢して帰ってきましたよね。で、次の日は高熱があったんです。やっぱり、あれじゃダメだなって思ったんですけれど、私はどこにも預かってもらうところがなくて、本当に困って、その時は友人に現場を出したんですけれども、やっぱり認可保育園っていうのは、知らない方が多いかもしれないけれども、キーワードとして、ちょっと一般開けてますね。知らない方結構多いんです。
で女性で、ね、だでもそういう子育て教育関連の、まあ、キーワード、ね、お子さんまだ小さいと小学校中学校とか分からなかったとか、ね、あると思う。まず最初今年の4月から保育制度が新しくなりました。たっぷりたっぷりがあると思います。まあ、でも大変なものなんですけども、まあ、分別的に
在2年生の子供がいるんですね。で去年新しく新生に入ってきました。目に見えて変わっているのは、副担任講師の先生が変わってます。新1年生は私たちの学年の頃よりも人数が多くて、4つの学級が新1なんです。それで、やっぱりクラスに2人3人は難しい。難しいといってもその子が一般的でね、自由でねっていう悪いです、ね。で、そういった子をね、学校の先生、担任の先生1人だけじゃないんだというところで、一番上の講師の先生が、かなりベテランの先生です。それを私たちの子供が1年生だったので、それをやってくれていたので、すごく助かったっていうところが、3人の先生と2年生になると、別れるときに涙を流した。そういった2人の先生が今回の先生が全く聞かないで、本当に困っていっているというのも今声が古い状況ですね。先生からもコラボに話を聞いています。あと保育園の方では、これちょっと違うんですけど、保育料が高くなった時に涙も痛いんですね。ごめんなさい、教育制度という話ではないんで申し訳ありません。そういったことでね、なんでこんなに一生懸命子育てしてるお母さんお父さんの仕事や真面目にね、成長していこうとしてる一人一人の子供をね、こう改正と言ったら良くなるって思いますよね。新制度って言ったら良くなる。これはなんでこう安上がりに先生たち予算の組み替えとかやって修正を出してるんで、本当に詳しいかと思うんですけど、それちょっと見るだけでも私分かるんじゃないですか。学校統廃合なんかを無理やり進めようとして、で学校の改修、トイレなんかの改修がね、伸び伸びになってやられてなかったっていう現実を見ると、本当にどうにかしなくて困ってるんです。学校では担任の先生が書類書きに追われて、その一定期のために子どもたちと全く触れ合えないというんですね。ところが職員会議は仕切りに立って校長の指示を聞くだけのための会議で、物を言ってはいけないということになってから、自分たちの意見を交換する場所がなくなったんですね。副担任の先生は、そういう点で副担任の先生というのはすごく助けられていたんです。で、自分が関わらないで子どもたちに関わることができる人がいるということはね、で子どもたちの様子分かりますよね。今いろんな事件があっても、そんな子だとは思わなかった、優秀な子供だから分からなかったって言いますけど、あれは要するに点数だけしか見てないからですよね。また点数しか見れないような状況に学校そのものがなってるっていうのが今現状だなと思います。保育も今民族保育がとても進んでるんで、私の知り合いでずっと応援してた方も、母子家庭の方、どんな方法を使ってもなかなか入れなかったので、最後の手段、区長への手紙を職場全員にお手紙を書いたんです。で全員に返答させたんですよ。母子家庭でフルで働いているのになんでこの子は入れないんだって。でその子は入ったんです、なんとか。でももう一人の子は、お母さんが自分の看護師さんだったのが、お母さんが自分 の病院の保育所に連れて行って、で、ね、子供を見ていたので、4歳になっても入る。今年やっと初めて5歳になったという状況があって、それなのに申し込みだけはいっぱいさせるけれども、自分が希望するところにはできない。やっぱり、ね、小さい小規模の保育園は一つ立ってはいるんですよね。今建設して立っているところも少しかないんですけども、そういうところも場所が狭いとか、それから近くに公園があるんですけどね、庭園がなかったり、さまざまな条件、トイレの数が少ないとかっていう条件、民間保険になれないとかもたくさんあるんですけども、私はそういうところで民間保険に関して、まずは保育士の確保をしておいてください。民間保険にならないと、うちの人件費とっても安いんですよ。だから、次々保育士に離れていって、子供を満たしても預かることができないんですよ、人員が足りないから。そういう状況を民間保育園に行くことによって改善していく。子供子育て
教育委員会制度の問題と子ども子育て支援支援制度って2つあったんですけれども、子ども子育て支援支援制度の関係では最大の問題は劣悪な保育環境に子どもたちを身を置かせる、これが一番の問題だなって思ってるんです。もともと以前から規制緩和で園庭がない保育園も認可保育園に認めますよってなったので、足立区内には園庭がない保育園になりました。でどうなるかっていうと、やっぱり朝おはようございますって来て、その時にもうその瞬間に子どもたちが園庭で遊べるかどうか、散歩で公園なんかいいんだっていうのは国の基準なんですよ。だけどそれだと散歩によいしょって頑張っていかないと自由に遊べない。これももともと規制緩和されていたんですけど、今度の規制緩和で私一番重大だなと思ったのは、例えばこの6階建て9階建てのビルの一角に認可保育園作りました。で今までは外階段、外からの逃げる階段がないとダメですよってなってたんですよ。でそれがなくていいって言うんですよ。それでそれを追求した時に、国会、これはあるじゃないですね、国の問題ですけど、追求した時にじゃあもし火事があったらどうするんですかって言ったら、ベランダに出てね、はしごで来るの待っててもらいますって言うんですよ。つまり外、今まで対応されてもいざって時の安全をね守ろうっていう基準すら今回対応してしまったということがすごく大きな問題だなっていうふうに思ってまして、やっぱり足立でもまず足立から、足立も今認可保育園も園庭がないところ、株式会社のところどんどん増やしてるから、数も増やすけれどもきちんとした水準の本当に子どもたちが健やかに育てられる、そういう認可保育園にしなきゃいけないというのを思っているのと、それから足立区が今根本的には認可保育園を増やすっていうふうにはなってないんです。計画的には分校の中で実質西新井の駅前から始まって900人分ぐらい増えたんですけど、実は与党議員の圧力があって、昨日も話題になったんだけど、まさか認可保育園金かかるの増やすんじゃないだろうなみたいなことを質問で平気で言うんですよ。でそういう圧力の中で、区は本当は認可保育園もうそろそろきちんと他のように継続的に増やさなきゃって思ってるんだけど、増やさないでいるっていう状況があって、これが問題だなっていうふうに思ってるんですね。でその中でどうなったかというと、親のニーズは認可保育園、ところが区は小規模保育所とか保育ママ、これを増やすんだって方針のために、今度のさっき言った大規模まで書くっていう中でね、みんな認可保育園書いてあげるんです。そしたらどうなったかっていうと、第一次審査で認可保育園に1個も入れなかったところが 47%、 意見に1件が入れなかった。それで一方で保育ママさんね、区が育てて、今まで保育ママさん自分で子供見つけて契約できたんですよ。それできなくなっちゃった、区が入れるかどうか決めるか、一緒に認可保育園とか。そしたら保育ママさんはもうガラガラで子供が一人も来ない、でもそれで廃業するとか休業するとか、そういうことがねどんどん出てきちゃって、やっぱり他区でそんなに問題になってないっていうんですね。やっぱり親のニーズとか願いをまっすぐに反映しようってしないで、歪めて安上がりで済むからって認証とか小規模とか、それからママさんで対象しようなん